どうも、田代チカラです。今日はですね、毎週通ってる東京のトレーナーさんのところに行ってリハビリをしていきたいと思います。基本的には体の使い方とかそういう補強のトレーニングをしてるんですけど、ちょっとここ最近はグランドでのトレーニングとかも増えてきて、で体の疲労だったり痛みが出る部分っていうのが増えてきてしまったんで、そこの治療にほとんどの時間を使うっていう感じになってきてしまってて、でちょっと前に上げた雨の中すごいぬかるんだピッチでサッカーしてきましたっていう動画があったんですけど、あの時右膝とあと逆足左足のアキレス腱がちょっと疲労というか痛みが来てて、でその中で次の日日曜日ですね、先週の日曜日知り合いの方にまた呼んでもらってたサッカーがあって、で行くって言っちゃってたんでやっぱグラウンド行っちゃったんですよ。で足痛いなとか思いながらも普通にサッカーやってしまって、で結構な時間やったんですよね。70分ぐらいやったのかな、多分25分3本ぐらい僕出てるんで、で痛みがありながらもやっぱりアドレナリン出てるとやれちゃうじゃないですか、サッカーこうかばいながらでもやっちゃって、それでもういろんなところに痛みが出てしまって、一番きつかったのがアキレス腱で、もう歩くのも本当に難しいっていうか、ビッコ引きながら歩くような状態になってしまって、先週今日行くトレーナーさんのところに行った時はもうほとんどアキレス腱の治療に時間を使って、その他のエクササイズは今までやってきたものをまあ継続してやっていくっていう感じで、まあ宿題じゃないですけど家に持ち帰って家でやれることをやるという感じだったんですけど、で先週1週間は1回もボール蹴ってないです。もう足がすごく痛かったので、もうジムにこもってひたすら筋トレとバイク漕いで今やれることをしっかりやろうっていう感じで取り組んでました。まあ今焦っても本当意味ないんで、足に不安がある中で体を動かし続けるよりもしっかり 100% の状態に体を持っていくことの方が絶対に重要なんで、周りの知ってる友達が海外のチームで頑張ってたりとか J リーグで頑張ってたりとか、そういうのを見るとやっぱりすごい焦る気持ちもあるんですけど、しっかり自分に目を向けてね、今やるべきこと、今大事にすべきことは何なのかっていうのを自問自答しながらやってるっていう感じで、まあアキレス腱に関しては1週間でだいぶ回復して、ただジョギングを始めるのにこう片足で縄跳びするような感じの片足のジャンプで痛みが出ないっていうのがまあ目安っていうことをトレーナーさんに言われたんで、まだ若干昨日の時点で片足でのジャンプ、両足でのジャンプは問題ないんですけど、片足でジャンプするときはまだ少し違和感があるんで、もう少しでジョギング再開できるかなっていう感じで、まあとりあえず東京のトレーナーさんのところまで約1時間半ぐらいのドライブなので、運転を楽しみながら行ってきたいと思います。リハビリ終わりました。膝の状態はだいぶ良好なんですけど、今はちょっとアキレス腱の方が両方ですね、左も右もアキレス腱がちょっと状態悪いので、今日はほぼほぼそこの治療を行ってもらって、あとはまた宿題というか体の使い方に対してのエクササイズを教えてもらってっていう感じでした。まあでも先週より全然アキレス腱に関しても体の状態も良くなってるんで、まあまた引き続き地味なトレーニングをしていくしかないですね。今また我慢できずにね、サッカーのトレーニングに戻ってしまうと、せっかく良くなった部分がまた痛くなってっていう悪循環に陥ってしまうんで、まあまあそこはしっかり我慢して、今やれることにね、しっかり目を向けて取り組んでいきたいと思います。今日本当はこのリハビリ終わりに昔所属してたアルテ高崎っていうチームの時のコーチとか先輩とかと会ってご飯行こうっていう話をしてたんですけど、ちょっと最近のコロナのね感染者がまた増えてるので、今回はやめとこうっていうことになりました。なのでリハビリだけやって家の方に帰りたいと思います。天気がいいんでね、ドライブ楽しみながらのんびり帰ります。
ケンタッキーフライドチキンをザ・食いまくれでございます。よいしょ。ケンタッキーフライドチキン、オリジナルチキンをですね、食べまくりたいと思います。普段の食事で言いますと、私は毎日毎日同じものを食べております。鶏の胸肉、蒸したやつ、そして野菜もね、アスパラ、ゴーヤ、ニンジン、トマト、ブロッコリー、オクラ、トマト、そして入れた、これは変わらず毎日食べておくんですけれども、たまにはいろんなものを食べようじゃないかということで、こういうことをやってみたいと思います。さあ、ケンタッキーフライドチキンさんで言いますと、いや本当に思い出せないぐらいかなり久しぶりということで、めちゃくちゃ楽しみです。それではちょっと行きましょうか。です、今なんかフェアみたいなことやっておりまして、こちらです、皆さんご存知でしょうか。こちらのですね、いろいろなソースがありまして、上からチーズソース、マスタードソース、バーベキューソースと、こちらのソースもですね別で売っておりましたので買ってきました。よいしょ。さあ、それではオープンさせていただきます。よいしょ。オープン。めくるとオープンでございます。出ました。うわ、美味しそうです。いつもと食べる鶏の胸肉、蒸したものと全然違います。今日はこちらをいただきたいと思います。いやー、美味しそうですね。それではいただきましょうか。今回はですね、ただ単に食べるわけではなく、筋肉 TV でございますので、それぞれのピースのですね、何グラムか測りまして、タンパク質もどれぐらい入っているのかという、そういった情報もお伝えできたらと思います。パワーパワー、箱にパワー出てきました。今回はですね、5ピースを注文いたしました。